はい、さいもー。はい、さいもー。さあ、今日はですね、はい、これ見てください。はい、ここだけではありません。ここだけではありませんけど、新築にあたって新しいものをいろいろ変えましたので、はい、今日はそれの、開封動画を上げていきたいと思います、はい。だけど何が入ってるか分かりません。もう開けてみて、買いすぎて分かりません。だいぶ前に買ったやつで、ブラックフライデー、去年の11月に行われたアマゾンのブラックフライデー、おー、うん、スーパーマンです。スーパーマンです。去年11月に買ったやつばっかりなので、もう覚えてないので、それを一個一個開けていって、うん、何が入ってるか皆さんと一緒に確認していきましょう。はい、それで開けていきましょう。イエーイ、イエーイ。はい、お願いします。大きいのから、なんかクリスマスみたいだね。プレゼント、クリスマスプレゼントがいっぱいみたいな。待って待って、一個ずつ、こっちにも開けたい人がいます。何ですかこれは。あ、大事なの、使うやつ、よかった。ゴミ箱、ゴミ箱、ちょっとこっち見せて。ソロウの45リットルです。これがバカ、はい、このタイプです。このタイプです。これが1個とで、もう1個、そうですね。ちょっとおうちゴミ箱容量が足りんかったからね、今回は多めに。前の買ったのも45リッターだったけど、はい、なんだかんだね、うん、これじゅーちゃん、ごめん、キッチンに持ってってほしい、傷つけそうだから。こちらでした。じゅんちゃん、ゴンってやらないように気をつけて。はい。ふてーん。さあ、切れた。これは無印ですか？無印ですね。5000円くらいだったかな。さあ、こうのおもちゃに早速なりそう。書いてあります。マジで OK。 はい、これが全部6個。はい、どこに置けるんですか。これちょっとキッチンに持ってきてもらっていいですか。はまるかな。ちょ、棚もこの無印のやつに合わせて作ってもらいました。置けるかな、置けるかな。よいしょ、よいしょ、できた。あ、ジャストフィットじゃんこれ、うん、はい、すごい、はい、気持ちいいです。こういう感じで揃えて、ちょ、置いて使っていきます。はい、OK。 次開けたい。開けてる時にじゅんちゃん、これも開けてみてください。これは、これは何ですか。ハウル？はい、ハッチ、ハッチ、ジョージ・ジョンソンっていう、なんかインスタで見た、とても吸水性がいい、うん、あのキッチンに使うタオルですね。へぇ、そうなんだ。これもインスタで見たマワハンガーっていうやつです。マワハンガー、ここはマワハンガじゃない、マワハンガ、マワ、マワハンガ、なんかあるよね、滑り落ちない。そう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 、もうハンガーも統一したくて。こっちは床はな、寝室の床はまあ傷つかないやつだもんな、うん、だからちょっとまだ気が楽で。あ、これ滑り止めてるか。そうそうそう、絶対滑り落ちないやつだよ。そう、ただ問題、洋服何枚あるでしょうか。これで足りるかが不安です。足りんだろ、全然足りない、足りないです、その通りです。開けれましたか。まだ開けれてません。あ、これもだ、じゅんちゃん、これもマワハンガーの挟むタイプ、うん、あ、開ける。え、何でしょう、組み立てられてるもん。あ、よかった、かわいい。
これは山崎の、ランドリーワゴンですね。あ、気をつけてね。これはお風呂場に置く洗濯かごで2段式になってます。あ、傷つけるよ、やめてください。これはちょっとあっちに置いとこうか、お風呂場に。ここ釣り上げて、ちょっと傷つけられそうなので。この不思議なアマゾン、不思議なアマゾン、うちも無印のラタンのカゴで揃えました。これ多分さ、純ちゃん、こっちの下の段取らないと置けないはず。そうね、確かに。それをやっていこうか。はい、じゃあアマゾンの不思議なやつ開けましょう。あらら、お兄さん、お兄さん、はい、ココと開けてください。何ですかこれは。何ですか。もう買ったのも分かる。あ、分かりました。これ開けてみてください。わ、これはおむつ。おむつ？おむつくない。え、お尻拭き？うん。え、こうするこれ。ちょっと陶器にしたんですけど、ちょっと壊すかもしれないっていうか。これ入れ切れないです、そもそも。嘘。入れ切れないです。これだって。なんか小さいね。小さいよ。あ、あ。はい、これも終わります。コウ君終わります。怖い、怖いです。待って、アイナちゃん。ちょっと見た目かゆくて買ったけど。これは？これは。テプラ。あ、テプラ？いろいろあのラベリングしたくて。もうおうちさ、電気もそうだけど、何がどれかスイッチが分からんからね。はい、あ、テプラ。ココちゃんマーカーの持ってるやつは何でしょうか。え、何これ。これはティッシュペーパー入れです。ティッシュペーパー入れ。ここ取ってみて、見せてみて。トイレットペーパー。普通のティッシュペーパ ー, ーティッシュペーパー。取り出してみて。これも陶器。これは違うよね。これは違うね。ちょっとこれ危険なので持っていきます。これティッシュペーパーじゃない。怖い。ペーパーポット。あ、こういうのってんだ。ほら、トイレットペーパーだぞ。違うよ、ティッシュペーパーってば。見た、ちゃんと自分で買ったやつに床傷つけられそうです。ハウス作った。子供たちは何でもおもちゃにしちゃいます。ダンボールハウスです。大きいダンボールがあるか楽しいね。初始動です。まだサーキュレーターで実際どうなの。サーキュレーターって何。扇風機ではないの。扇風機ではないけど、はや扇風機感覚で買っちゃったんだけど。音はこんな感じ。そんな大きい音はしない。あ、全然音がない。うん、涼しい。風速とかあるの。うん、これでマックス。あ、これマックスなんだ。マックス。これ首動かしたらできるんじゃない。これ上下してできないんだよ。これだよ。そうなんだ。うん、そうだよ。そっか。なんかみんなこの浴室とか乾かしたり洗濯乾かしたりするときに使うみたい。上に向くよ。あ、上に向くんだ。だって風循環してるやつ。そっかそっか、はい。今回床が木床ということで。木床じゃない、無垢床ね。はい。ということで、はい、これ何でしょうか。じゃじゃーん。テーブルマット。はい。3メーター引ける180センチ。はい、クリアマット。子供たちが。ちょっとおもちゃをゴンネゴンネ落とすところに。これは敷きます。木床の木じゃない、無垢床ってば。180cm×3m。 3m なので、だいたいこっちの幅が 180?3m。 あ、そっか。180は このなんかそんな広くはないね。まあ、そんな広くはないけど、うん、ただ、うん、こっちにおもちゃの、ね、台とか置くから、そのために今回はね、子供たちはダンボールハウスで遊んでくれてるので逆に助かります。ずっとそのまま遊んでてください。あのね、ゆうちゃん、はい、ちょっと忘れてたけど、はい、カッター持ってくる。はい、引っ越しにはハサミとカッター必需品です。手の力だけでいってます。まあ、とりあえず広げてみますか。コロコロ、すごい大きいね。でかい。あ、めっちゃツルツル。じゅんちゃん、これやっぱ反対だよ。え、そうなの。うん、どいてここ、どいて。エンボス加工されてる面が表面です。巻き癖を取りやすくするために表面を外側にして巻いております。あ、じゃあこっちが反対だ。うん、巻きやすくするために表面を外側にして巻いております。お願いしますよ。
構いい。いいね。いい。しかもなんか、うん、この肌触り、うん、いいかも。ね。うん。でただ一つだけちょっと、あ、今発見したんだけど、うん、冷蔵時やばいかも。あ、カビ？カビというかベタベタ感。あ、確かにこの今湿気が結構あるんだね。やっぱ分からないね。分からないし、綺麗。こっちにね、ちょっとおもちゃ箱とか置くので、ね、ここでちょっと遊んでもらう感じで。いいじゃん、いいじゃん。うん、いい感じ。よーし。今回、掃除機を買い替えました。そうだね。自動掃除機と。お掃除ロボットもあって。ね、ハンド。それがメインで、はい、ね、ちょっと手の届かないところとか、お掃除ロボットできないところは、はい、このマキタのハンドクリーナー。はい、ハンドクリーナーですかね。はい。クリーナー。クリーナー。実はね、これね、届いたの僕、これテンション上がってたんですよ。使っちゃったね。え、そうなの？初めて知った。え、開けたの？開けた。受けるんだけど。やっぱ持ってたからテンション上がるの。みたいです。で、バッテリー。はい。ちっちゃいバッテリー。ちっちゃいの。これね、パワー。なんかよく、スーパーとかね、デパートの掃除もね、お掃除の方がこれ使ってるよね。それ見ると、お、使ってるって感じです。で、あと、うん、これだけなんだけど、この付属品なんだけど、うん、今回これ買ったわけだ。こんなに？これは、ここでゴミ溜めてすぐ捨てられる。あ、本当は。ついてないんだ。ここで、あるんだけど、ここでここ捨てるんだけど、めんどくさいから、それを買ったわけ、ほら。あ、へえ。え、知らなかった。これをすることによって、うん、こうかな。こうやって、うん、こうすることによってここにゴミが溜まるんだよ。ああ、便利だね。うん、で、その方が、うん、ここね、うんうんうん、かかってもパコって捨てるから。ああ、フィルターとかいらないってこと？いらないっぽいかもしれない。こっちの中が汚れる心配ないから。あ、これ汚れちゃうと洗うのめんどくせえさ。うんうん、これさ、こういう掃除機さ、なんつったって軽い。そうだね、やっぱでもコンセント刺さないでいいっていうのが。いいよ、これ見てほら。うんうん、いいよこれ。これマックスなの？マックス、マックス。これいいよ、楽よ楽で、これただ充電があんまり持たないっていうのがちょっとこういう感じかな、難点かな。そうだね、それでこの充電器みたいのがあるんだよね。そう、ここ軽く滑らす感じだよ。あんまり強くゴシゴシやったら床傷ついちゃうよ。今回これにした理由は、うん、今まで住んでたお家も、うん、お掃除ロボットを使ってたじゃん、うん、でそれでなかなかそれに使ったことによって、うん、掃除機を出す頻度がだいぶ少なくなってる。そうだね。これベースでハンドルに出たら入れるんじゃないかと思って、うんうん、今回このマキタをね、なるほど、はい、にしましたよ。はい、いくらなんですか？書いてあるわよ。なんて？パワフルだと10分、うん、今日だと12分、今日10分。だいぶバッテリーもね。やっぱそうだね、あっという間に切れるんだね。あっという間に切れるから。で、これがゆっくり置いてよ、ここ。これ置くための台みたいな。台ですね。これ置くための。あは、ね。オッケー。で、何かが倒さないようにちょっと注意してなみたいな。そうですね。これはじゃあ、何度の中にね、うん、置きまーす。喉のスペース結構あるからね。結構あるから、これが話してた。あ、じゃあ何してるの、これ。は？壁、壁穴き傷つけないように。ほら、もうこんなの気にならなくなってください。こういうことだ。ちょっと不安定だぞ、怖いな。もう大丈夫かな。まあだけど大丈夫。まあまあ立つ分いいか。はい、これはね、後から、うん、これがお掃除ロボット回してみて。今回結構レビューが良かったね。 D-BOT ってやつね。 D-BOT 後で開けるか。うん、そうね、こいつがめちゃめちゃ働いてくれる。はい、またやります。はい、これ何でしょうか。次は、これなんだ。ちょっと待って、こいやー、おお、怖い顔、顔怖い、子怖い。えー、おー、二人とも怖い。絶対邪魔してきます。これはパーンしない。おたま、おたまとかね。これはあれです。いったらさん、いったらっていうお皿のメーカーみたいな。うわ、
かわいいんです。これでなんか冷やし止めとかグラノーラとか冷やし止めとか、なんか夏に使えるかなって。あ、なるほど。これが全部4つ、5つ、はい、5つが、はい、なんか料理してる人がいます。あー、やばい、これ武器ですね。武器、武器です。回収します。さあ、続いて、はい、続いてですよ。はい、あっちっぽいして。今回ですね、僕たち、はい、テレビを、はい、僕の家見て、はい、プロジェクターを買いました。はい、ダダン。そのプロジェクターがこちら、デデン、なんていうの、ハロっていうやつ、ね、ハロ。これめちゃくちゃ評価良くて、うん、これね、なんか明るいところでもしっかり映るというか、しかもこれはなんかスピーカーがめちゃくちゃいいらしくて、うん、これでもまたそのなんかスピーカーに音楽のためのスピーカーとかになるから、音も映像もいいんだよね。めちゃくちゃいい。このさ、精密機械の匂いもたまらなく好きだった。え、匂いとかあるの？新品だね。ちっちゃ。さすが好きだよね。デデン。デデン。ああ。いや。実際じゃもう起動させて。ちなみに純ちゃんこれいくらぐらいだった？これ。95,000円。ただ、はい、これですね、半年前のアマゾンのブラックフライデーでこれが 25% オフで75,000円で買いました。まあね、テレビ買う感覚っていうことでね、買わないから、うん、でこれ Android のアプリがあるから、うん、Wi-Fi つなげば、うん、YouTube とかいろんな映像作品見れるっていう感じですね、サブスクの。うん、なんか鳴ってるぞ。誰かさん、おい、やめろ。こちらは何でしょうか。あ、こっちはいろいろキッチングッズですね。ちょっと脱プラスチック目指してるので軽量カップもガラスにしてみました。これ、こういうこまごましたのだね。あと木べらですね。あとはもうこういう細かい皿系だったりします。あー、もうすぐすぐお料理してる人がいます。僕何作ってるの？お料理？細かいフォークだったり、フォーク系ですね。これはもう後で出したいと思います。あ、まな板、まな板も脱プラで木のまな板にしたいと思います。なんかこれはいろいろだな。なんかハサミだったり、こういうシュレッダー、これは何だろう。ちょっと開けてみたいと思います。あ、これはあれだ、揚げ物鍋。これはキッチンセットですね。いろいろ入ってました。うちはタワー製品も多いです。いろんな場所でタワーのもの使ってます。はい、うちはタワー製品もたくさんあります。これはゴミ捨てボックス、キッチンとかに使うやつですね。これはお玉立てたりするやつです。これは自動のディスペンサーで、これはオイルポット、ヨダホーローにしましたやつ。これタワーの石鹸くっつけるやつです。これはタワーのあれだね、ガスコンロの上に排気口カバーです。あとは包丁、包丁だったりザルだったりとキッチンで使うものが多いですね。とこれもタワーの、油はねガードです。ちょっとうちは見ての通りオープンなので、ちょっとあのこっちにカバーしようと思ってつけました。ちょっとごちゃごちゃしてますけど許してください。はい、です。こんにちは。いや、今回は新築にあたって去年から買い揃えたものを結構紹介しました。しかしまだまだ買い揃えるものがたくさんあってですね、カーテンでしょ、テーブル、そしてソファー、ああもう多すぎる。また新しく買い物したら商品紹介をしたいと思いますので、チャンネル登録してて待っててくださいね。今回の動画は以上です。ではまた。